はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、ファンサービスデッキをねやっていきましょう。新パックにて鬼ほど強化されたんでめちゃくちゃに強くなりましたギミックパペットデッキですね。フォーさんの、サクリファイスパペットっていうのぶっ壊れスキルをね、使ってやっていくデッキなんですけど、新パックで登場したのは、2枚ですね。まずコンドーレンスパペットと、それからジャンクパペットっていうカード。ジャンクパペットはかなり簡単で、テキスト短いじゃないですか。こういうカードは大体強いですねテキスト短いカード強いです。一旦一度しか使えないけど自分の墓地のギミックパペットを特殊ができるよっていうことで、一回使ったね、例えばあのレベル8のモンスター蘇生して 88C エクシズしたりとか、あと一回死んでしまったヘブンズストリングスとかも、蘇生できます。これ守備表示でも攻撃表示もどっちでもいいんで、まあ、めちゃくちゃに強いと、展開補助してくれるということで、まあ、カード名指定ターン1なんで、一応2枚くらいにしてます。で、コンドレンスパペットがマジクソ強くて、このカード1番と2番あるんですけど、1番目がめちゃくちゃに強い。まず、エクストラデッキから、特殊化された相手フィールド上のモンスターの数プラス1枚までデッキからギミックパペットモンスターを愚かな埋葬できますと。だから、この効果で対象に取らせないビスクドールとか、あと、ネクロドールとか、こういうカードを叩き落としていくっていう感じですね。で、これエクストラデッキから、出てきたモンスタープラス1枚なので絶対1枚は送れるんですよ。だから相手のフェーズ上にエクストラデッキから出てきたモンスターいなくても必ず1枚送れるんで、だからまあ別にアドソンはしないかなっていう感じですね。このカードが実質そのビスクドールになれるから、要はビスクドールって墓地から除外するとね、ギミックパペットのモンスター の効果対象にならないっていうすげえ耐性が得られるんで、まあちょっと対象を取らないね、例えば底なし落としやなとか、ああいうカード、それからなんだ、分断の壁とか波紋のバリアとか、ああいう系のカード入れてる人には勝てないですけど、実質ねこのカードがまあ魔法トラップカードを抑えるみたいなイメージでいいと思います。これコンドレンスパペットでビスクドール落として、ビスクドール除外してから安全にギミックパペットを展開していくっていう感じですね。で、展開なんですけど、基本的な方法、8を並べていきます。基本的にはレベル8のモンスターをいっぱい並べていくっていう感じですね。だから今回はテラベビーとか、ちょっと少なめにしてて、これなんでかっていうと、そのヘビングストリングス と、ジャイアントキラーはこれギミックパペットだからいいんですけど、例えばね、このねデッドレシーンとかこいつとかギミックパペットじゃないから、コンドレスパペットを使ってさ、ビスクドールでせっかく耐性得られたのに、なんか出てきたデッドレシーンが耐性ないとかいうことが起きるんですよ。だからあまりねレベル4で展開していくっていうよりかはレベル8で展開していって、でジャイアントキラーとヘブンズストリングスとか、ヘブンズストリングスとヘブンズストリングスとかでワンキル取っていきたいので、だから8を多めにしました、今日は。だから意味わからん、この、ナイトメアっていうモンスターも入ってたけどね。このモンスターはこれなんで出てるかっていうと、効果あんまり使わないかなって感じなんですけども、レベル8の闇属性がです、ギミックファイトであって、ギミックパペットレベル8ナイトメア、レベル8の闇属性であると何がいいかっていうと、例えばこれ出せます、フランケン。これレベル 8×2 なんですよね。これギアチェンジャーとかを、これとかこれだと地属性なんで、これ出せないんですよ。だからナイトメアを入れておけば、一応なんかナイトメアとなんかとかでもフランケン出せたりとか、なんかいろいろいいことがあるんですよね、これ、このモンスターだと。だからこれにしてるっていう感じですね。で一応、レベル4、立てて相手のモンスターパクったりとか、デッドリシーンもできるように、テラベビーを2枚と、あとサクリファイスパペットに出てくるデストロね、あれを使ってレベル4の、エクシーズをしていくっていう感じです、ね。基本的には全部8でレベル8で済ませます。で汎用のランク8モンスターは、フランケン、汎用っていうか、まあレベル闇属性だけどこれね、フランケンとか、あとこれねサンダルを出しといて、例えばサンダルはなんかそのあれよ、リゾネーターとか、ああいうなんか墓地から特殊化しないと展開できないようなデッキに対して出しておくと結構強いですよっていう感じですね。でパルスボム、これ本当はねコンセントレート正直俺は入れたいんですけど、ねパルスボムないと先行ガチでこのデッキやることなくて先行マジで弱いんですよ、ギミックパペットって高校デッキだから。だからパルスボム入れといて、一応先行必ずね先行でこれ伏せておけば、まあほぼほぼターン返ってくるっていうようにしたくてこれにしてます。本当はコンセントロイドがいいです。ただ先行弱すぎて入れざるを得ないみたいなカードだったんですね、はい。というわけで、早速ですね、日本中にファンを作っていきましょう。デュエルスタンバイ。念入りなファンサービスをしないとな。俺のターン、これが俺の
笑い方フォーさん似てますねってよく言われるんですけど、マジっすか。フィールド魔法だとしたら僕赤羽レイジもできることになりますけど、キャラクターとして熱いですよね。あ、ちなみにあのフォーさんとあの赤羽レイジの声優同じなんですよ、知ってました。ちなみにあの今のデュエルリンクスでいうところのパンドラとサイオウも同じ声優です。結構ね同じ声優っていうパターン多いんですよね、遊戯王って意外とね。はいはい、ガイアさん、オッケー、オリジンさんね、オリジンメンタルで、アドバンス、ああいい強いですね。はい、で墓地にオリジンインのが普通に強い。はいはい、オッケーで、融合していくスタイルで、カーソブドラゴンと魔導騎士ガイアで融合していくスタイル。はいはい、壊れてるなこのスキルもな、このスキルもまあぶっ壊れてると思うわ。で、勇士ガイアからの、あ、ドラゴンズミラーもある、なるほど、それ強いね、それはシンプルに強い。だからまあ1体月の下でもなんとかできるのかまい。はい、龍馬の騎士ガイア、オーケー。まあ月の下対策にはかなりいいですね、これ。清掃か龍の鏡かって言われると、まあ龍の鏡の方が俺も強いと思う。ジャンクパペット、まあでも関係ない、コンドレンスパペットの効果を発動。さあコンドレンスパペットの効果によって俺はビスクドールがめちゃくちゃ落とせんじゃん俺めちゃくちゃ落とせんじゃん俺、3枚落とせんの強っ愚かな埋葬を3回発動させます。そしてコンドーレンスファイトによって送られたビスクドールの効果、これによって俺のフィールド上の俺のフィールド上のギミックパペットモンスターは対象に取ることはできない。さあサクリファイスパペットの効果、さあ対象に取って破壊するんだったらガイアさんは、あ、どうだ、息してるかガイアさんよ、対象に取れるもんなら取ってみやがれ。そして俺はデストロイを特殊召喚、そして、デストロイのモンスター効果発動。デストロイのモンスター効果によって自身を爆破し、爆破されると俺は手札からギミックパペットモンスターを2体特殊召喚できる。行け、ギミックパペット、ナイトメア、誰やねん。さらにマグネドール、誰やねんお前誰やねん。でレベル8のモンスターが2体でオーバーレイ。さあ念入りにファンサービスをしていこう。ファンサービスのお時間だ。あいけジャイアントキラー召喚ムービーの動作。うわ気持ち悪い、相変わらず気持ち悪い。はい、 M 字回転ドーン、インリンオブジョイトイドーン。はい、インリンオブジョイトイの効果発動。え、あ、え、対象に取れないのご存じない、対象に取れないのご存じない、あれあれあーやべえ、打点足りねえ、打点足りねえ、どうしよう、なんちゃって。墓地の墓地のギミックパペットネクロドールのモンスター効果発動。墓地からギミックパペットモンスターをゲームから除外し、このモンスターを特殊召喚。さらに俺はジャンクパペットの効果を発動。ジャンクパペットの効果により墓地からギミックパペットモンスターを特殊召喚。現れろギミックパペットナイトメア、お前誰やねん。そしてレベル8のモンスターが2体オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。じゃあな、楽しいデュエルだったぜ。ナンバーズ40ギミックパペット、ギミックパペットヘブン、悔しいでしょうね悔しいでしょうね。さあお相手の方はカリバー、お、ハーピーな、いいだろう。ハーピーは言うて、あ、コンドーレンス来て、ハーピーはマジでコンドーレンスゲーなんですよ。対象に取る効果がほとんどなのでハーピーはね。だからあんまりそうだ、ハーピーからさ対象取んない、なんかあのサンダースパークドラゴンとかそういうのが飛んできたらあれだけど、あの、しかもサンダースパークドラゴンもコンドーレンスで無効にできるの強いの。あの対象に取る効果しかほとんどないので、まあ、月の書とか、なんだ、あのバウンス効果とかあれほとんど対象取るんで、だからコンドーレンスパークめちゃくちゃ強いっていう話あるんですけど、ちなみにこのデッキ対象に取る効果にはめちゃくちゃ強いけど対象に取らない効果はめちゃくちゃ弱いんで、あの波紋のバリアはウェイブフォース1枚とかで沸かされることがありますあの波紋とか分断踏んでギャーってなることが結構ありますね言うてその辺はサイクロンとかの方がいいと言われると、ま、あのあれだけども、ジャンクパウチが来ないやん、ざけんなよ。とりあえずこれでもあれか、これ対象耐性与えて動くしかないよな。そしてあ、ネクロドール落としたらよかったかな、これ使って
て、でもこれ使うか、これこれ使ってでも月の下だったら意味わかんないんだよな。ここつビスクに遅延されて月の下だったら意味ないし、マグネドール特殊、いやもうちょっと考えてから動けばやったな。マグネドールこれさ、でもさ狡猾だったらさ、月だったら多分ビスク除外があれだし、裏目だし、絶対表で機械族いないとパルスは打てないんですよね。これむずいね。狡猾とかだった場合普通に出して破壊されて一応出てきて、だから一応できる、耐えるか。ジャンクパペットあるしな、展開力でゴリオスも結構あると思うんですよね。ジャンクパペット一応1枚発動できるから一回こうか、これでしといて、こうしといて、でこれで一応あれだな、ビスク発動して狡猾だっても一応モンスター忘れるから、もう8もできるし何とかできる。これでビスクはそうしよう。やっぱコンドーレンスが欲しいんだよね。コンドーレンス発動してからスキル使いたいんだよ。あーつきましたね、はいはい、つき OK で裏側、まあ多分まあ、どっちかというと8残してほしいな8残してほしい、8、8残してくんない。あーですよねー、なるほど、させないわですよね。で SC、 あー強いね、それそれは強いね、そいつは強いね。ほんで裏になるで、じゃあもうなんかよくね、なんかご了承、これでご了承、あ月の書か、なるほど。ジャンクパペット使わなきゃいけないか、ジャンクパペット使わなきゃいけないか。いやーやっぱ結局ね、コンドレンスパペットしょてないとちょっときついんだよな。今のどういうのが正解だ、でも効果だったらなって思ったから、ちょっとどうやってもなんか裏目ありそうな気がしたけどな。ちょっとなんか展開がむずいまあでも魔法トラップカードめちゃくちゃ使わしたん でしかもなんかめちゃくちゃモンスター残ってるから、しかもパルスボムじゃん、多分ね知らないと思うんだよねこれ。ターンは多分帰ってくると思う。チャネラはいい、はい、借りばないしね。さすがにこれ横3体でパルスボムセットをワンキルするほどの展開力は多分ないと思うんだよハーピーに。いやこれはなかなかね名勝負が繰り広げられそうですね。そう、なんで俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ、どうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ俺のファンサービスを無駄にしやがって、許さねえ、絶対に許さねえ、どうしたらさんと。であれかな、もう一回ハーピーかデッドルシーンか分かんないけど、デッドルシーンだったらまあモンスターが帰ってくると嬉しいけどね。いやコンドーレンスパペットマジで欲しいな。コンドーレンストップ引きお祈りするしかない、これは。まあでもビスクドール墓地送ってくれたら普通にビスクドールから入ればいいか。行くわよ、はい、はい、デッドルシーンいいだろう。いやこれ一番きついのはビスクドール除外が一番うざい。ビスクドール除外が一番うざい。デッドルシーン、はい、デッドルシーン効果どれを、どれ除外で、はい、どれでもいいけど、どれどれ。いやビスクドール破壊して墓地送ってほしいな。ビスクドール破壊して墓地欲しい。あーうまいね、それはもうねパルスも打つしかないね。パルス打っといて横にしといて、ほんで1枚バウンスは飛んでくるかもしれないね。はい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 、オッケー。これで一応多分死なない、まあ、打たなくても死ななかったかもしれないけど、ね、今ね。はい、でデッドルシーンで殴られることはないと。はい、でマンゲ打って、マンゲ打って出てくる、で出てくるモンスターも横になる。これがパルスボムの強いところだよね。ワンキルはほとんどされないから、これ殴ってくれても別にいいわ。はいはい、オッケー。でビスクドールがない、ビスクドールがない、ビスクドールがないのはきつい、ビスクドールがないのはきつい。きたきた、これきた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 。さあコンドーレンスパペットの効果が発動。コンドーレンスパペットの効果によって相手のフィード上のエクストラデッキから出てきたモンスターの数プラス1枚、デッキから墓地にギミックパペットを叩き落とすことができる。つまり俺は3枚ものカードをデッキから墓地に叩き落とすことができる。なんで強いんだ、これはもうレベル4とかボルミだ、ここに。そしてこれによって俺は墓地のビスクドールの効果を剥がさせてもらうぜ。これによって俺はフィールド上のギミックパペットを対象に取らなくさせる。このターン、ギミックパペットは貴様の効果の対象にならない。さあここからが俺様のファンサービスだ、行くぜ。俺様のファンサービスを食らいな。とりあえずマグネドールを特召喚、マグネドール。そして俺はレベル8のモンスターが見たてオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。俺は普通に M 字開脚、レベル8のモンスターが見たい、行け M 字開脚。これでバーンダメージ入るから勝ちなんじゃねえか。ギミックパペット
ジャイアントキラー。キモキモ気持ち悪気持ち悪気持ち悪で、ギミーファイトジャイアントキラーのモンスター効果発動、オーバーでユニットを1つ使いお前のモンスターを破壊する。そして破壊されたモンスターがエクシーズモンスターと場合、そのモンスターの攻撃力の半分のダメージを相手に与える。ほら暗い。これちなみにアニメではあの胸のやつなんか穴が開いてめちゃくちゃ穴に吸い込むっていうクソ気持ち悪い描写でした。そしてジャンクパペットの効果を発動、ジャンクパペットの効果によって墓地からギミックパペットモンスター1体を特殊召喚。さらに俺は墓地のネクロドールの効果もまだ俺は使っていない。これが俺様のファンサービスだ。行け、ギミックパペットネクロドールの効果発動。ギミックパペットネクロドールの効果によって墓地のギミックパペットモンスターをゲームから除外し、ギミックパペットネクロドールを特殊召喚。そしてレベル8のモンスターが2体で来るぞ。マイさん、さあ夜のファンサービスでもしてもらおうか。マイさん、このデュエルが終わったら俺様の部屋に来るんだな。お前は今から俺様のポークビッツに夜のサービスをしてもらうことが決定しているぞ。俺様のポークビッツを可愛がってもらおうか。そしてシンプルに止まった。でコンドレスパペットの効果発動、コンドレスパペットの効果によってギミパペットヘイブンズストリングさ効果で破壊されない。つまり効果は効かない。俺を出す必要あるのか。ないな。バトルベース出す必要あるのか。ないよな、ないな。バトルベース行け。ギミパペットジャイアントキラー、インリンオブジョ、何何うっとしいな。ライフ削り切れねえな。うざいな。あいつパフィーマンいないの。マジパフィーマンいないの。マジ これはこれでターンエンドか。1枚じゃ無理じゃね。いいねいいね。1枚、あ一応あれか、ハーピー もう今出したしな。これ1枚じゃ無理じゃね。オラクル、あえ無理だと思うけど。よし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 。残念でしたね。でも残念でしたけどね。悔しいでしょ。君のデュエルは素晴らしい。一歩だが、しかしまるで全然この俺を倒す気はほど遠いんだよね。さあお相手の方誰や、お前誰や、お前、お前みたいなキャラクターいたか知らんねん。俺のターン。とりあえずコンドーレンスパペットの効果を発動。コンドーレンスパペットの効果によってこれはまあとりあえずまあスキルで遅れるから、まあ別にこれはこれでいいか。一旦こいつで、で俺はスキルを発動。これ一応弱いですけどね。弱いですけど、まあワンチャン、ワンチャンですね。これあれですかね、なんだっけ、魂のサンダル出しとく、出しといてエンドかな。サンダルエンド、これ横、これでな、なんか何も展開せんエンドは意味わかんないしな。これが、マジで、相手誰やれんすぎて、全然、なんかデッキわかんない。何これ、何デッキ、まあ、サンダルだよね、普通に。で、サンダル出しとく。で、サンダル履いといて、サンダル効果使う前に先にネクロドールで壁出しといて、壁生成しとく。さあ、墓地のネクロドール、まあ、ギミックパペットギアチェンジャーのお除外し、ギミックパペット。ネクロドールを特殊感、そしてサンダルフォンの効果、これによってお前は墓地からモンスターを特殊召喚することはできない。遅れは取らない。お前誰やねんマジで、何デッキやねんこれ。ライフポイント増強アルファってどういうこと。モンスターを攻撃表示でヘッキングコブラ装備魔法発動、やば。装備魔法発動、うざ装備魔法発動、うざっ。装備魔法発動、ボットかな、もしかして。バトルだ、バトル、はい。こんなのこんなに速くないね、ボットって。ダイレクトアタックだ、あった。3000やばい、普通に3000は普通にやばい。それはやりすぎだよ。手札から速攻魔法、ライバル、アライバル入れよ。モンスターを攻撃表示で召喚、パーフェクトだ。そうだろ、そうだろ、こんなの遊戯王じゃねえよ。